楽しませることって一人じゃできないから、みんなで楽しむことかなって思います。一人じゃダメだからね。ここまでの道のり、決して近くはなかった。みんなを笑顔にすることは簡単ではなかった。長かったですよね。やっぱり最初はね、辛かったりとか苦しいこともありましたけど、なんとか乗り越えてやってきました。辛いことってやっぱり私は本人じゃないから、やっぱり人のモノマネとしてエンターテインメントをしているので、その人を見させるってことは本当すっごい難しいことでした。でも皆さん応援してくれるので、私も頑張ろうと思いました。究極のエンターテイナーになろうなと思いました。いるかな？はい、いました。自分の系でも来て 6K だな。そうだね、開かない状況だよね、0から9まで数うんだけど、その自分の数字だけ、頭の中にイメージしてほしい。いいね、0、1、2、3、4、もう両手こういう分ね。えぇ、ー、嘘やってた。4超えてないけど、多分4超えてないんだよね。合ってますか？です。OK、で次は2番目の番号、0、1、2、3、4、同じく4超えてないな。さっきある数字にもう息を吸ったもんね。1、2、3、4、1、2、3、4、じゃあ3番目の番号ね。で最後の番号、僕の指先を見てもらって、ちょっと難しいな、ちょっと待ってね。今最初僕が読み取った5桁の番号先に入れますね。6解除したらもうあなた全ての秘密、僕全部わかるっていうことになるから、最後の番号間違いなく多分これかな、これかな、これかな。すごい。はい、こちらがマインドハッカーのお兄ちゃん。よろしくお願いします。マインドハッカーのお兄ちゃん、お願いします。久しぶりですね。はい、久しぶりです。でちょっとさ、前から20年ぐらい前から知ってるじゃん、大学生。そうだね、大学生よく遊び行ったりとか。そう、そう、昔よく一緒にいましたね、いた。もう毎日毎日いた。もう大学1年生の成績やばかったね、ずっと遊んでるからね。もうまあ、僕最初日本来た時もその時期もあんまり友達がなくてね、その明内さんと雅也さんがいてくれて、日本一番最初の親友かな、っていうずっと思っていて、でも毎日いたじゃん、3人で、遊びね、いろんなところね、日本のいろんな面白いところを紹介してくれてね。まあ今流行りの夜の街、夜の街。でもすごいね、こういうこともあったの。トニーとうちの旦那が毎日一緒に行ったじゃない、3人で。私誕生日だったのその日。はい、で何か起こった、覚えてない、覚えてない。誕生日だったの。でもまあ予想としては何か文句言いそうな雰囲気だけど、誕生日で。毎日3人でいて、あ、誕生日もうすぐ、あ、12時になるなって。でずーっと2人でいるじゃん、はい、で私いつも何かカメラ持って、ま、いつもこうね、カメラマンだった記憶なわけよ。なんかそう、最初はその明内さんと最初に知り合って、でまさかね、旦那さんと兄弟みたいになるって思ってなかったでしょ。思ってなかった。まあ若干ちょっとやきもちっていうね。その時まだ分かってないからね、その日本人の文化とか、まだ来たばか時ね、
そうそうそう、だから12時過ぎて誕生日がなぜかなく、うん、あ、そうなんだ、おめでとうもなく、なんか2人でずっと仲良く喋っててマクドナルドで、それで終わっちゃって、そうで 5、6 時間過ぎて、あの私の誕生日で今日って言ったら2人で大笑いして、そうだったんだおめでとうで終わっちゃったっていうね。でも一番びっくりしたのは、うん、あの勇気がって言わせてもらうけど、トニーがね、うんうんうん、勇気が、あの絶対俺はゴールデン番組に絶対出るからって本当その時言ってて、で本当にゴールデン番組に今どん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 出てって、もう旦那と毎日応援してます。ありがとうございます。まあ、まあその時も本当に冗談っていうか、もう諦めようと思ったんだけどね、実はその芸能界っていうね、うん、まあ本当に経済貿易勉強すれば、まあ、あの日本と中国のその架け橋になればそういう仕事をすればいいと思ったんだけど、そうそう、まあでもみーちゃん、うん、でもあけないさんを見て、その時よくテレビ出てて、あ、俺もテレビ出たいなと、うん、でもその時まだ留学生だから、うん、どうやってテレビ出るかも全然わからないし、何人やればテレビに出れるかもわからないからね、そう旦那さんに一番最初にね、そのマジック教えてくれて、うんうん、あ、クロスマジックでこんなに面白いんだっていう、うん、そしたらマジックずっとその六本木のショーパブでやり続けて、うん、でもやっぱりマジックの中では俺一番好きなのは、うん、その多分テクニックよりどうやって人間の脳を騙すっていう部分がすごい興味があって、うん、マインドハック、うん、マインドハッカーっていう、まあ、メンタリズム系のパフォーマンス心理学勉強し始めて、うん、まあ、番組出るも一つの手段なんだけど、うん、でも外国人は、まあ、最初はやっぱり難しかったんですよね、いろいろと。でもそれがすごいと思った、本当に言霊、言霊、人間の発する言葉が本当に叶ったっていうか、テレビにしょっちゅう出るようになって、今心理学分かってて、うん、でまあ言えるんだけど、やっぱり人間が思うことは大事なんだよね、うん、そのまずは自分ができるかどうか別として、うん、まあ、僕はできると思えば自分ができる道に行くなわけだから、うんうん、まあ多分途中で、まあ、終点まではいくつの手段もあるわけじゃん、うん、でも最初は思わなければ、うん、全然目標に達することはできないと思うから、うんうんうん、まあ、思えばね、自己暗示っても言うんですけど、うん、それ一番大事なことじゃない、うん、逆に僕にとっては、うん、今日はでも、はい、ちょっといろんな懐かしい気持ちもありつつ、あの誕生日を忘れられちゃったっていう気持ちもあるので負けないでじゃあちょっとゲームやりましょうか、はい、うん、はい、それでは絶対私は負けないので皆さん見ててください、絶対負けません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとまあ面白いゲームなんだけど、色当てね。土色あるんだけど、そのオレンジ、青、黄色、白、緑あるんだけど、でみーちゃんが明奈さんが一個の色を選んでもらって、で手で隠して、うん、でこんな感じ、あなたの色を選んだのがマインドハックをします。どうぞ。で僕見えないようにね、でテーブルに置いといてって感じ、そしたらもう変えられないからね。はい、 OK、はい、この色でいいの？うん、もう一回選んでもいいんだけど、うん、本当？うん、ちなみに一番最初選んだ色は、まあ、ミーの性格だったらね、あのどっちかっていうと多分自分ちょっと好みな色を選んでしまうんだけど、好みな色っていうか、まあ、大体好みといえばやっぱり人間の例えば、まあ、髪の色とか、あとはいつも着てる洋服の色とか一番あの選びやすくなるから、まあ、今日はまあ白着てるんだけど、もし最初白を選んだら本当に簡単すぎるから、あの他の色に変えてほしいんだけど、どうですか、変える、変えない、変えます、な、変える、変える、 OK どうぞ。じゃあ白だったっていうことで、白だったっていうことを言ってんじゃんね。OK、うん、ちなみに一番最初は何の色だった？白。あ、白だったね。OK、 でなぜ白から今の色に変わったのが、そのなんか理由とかある？
きではないけどたまに好き。ああ、分かった。それは僕にとってはすごいいいヒントだけどね。好きではないけどたまに好き、好きではないけどっていう、まあ色は多分どっちかというとみーちゃんだったら、まあ明奈さんだったら、まあ緑入ると思うけどあと脇色も入るんだけど、まあ赤と青は好きだから、あとは白もそうなんだけど、白さっき選んだからもう一回選ぶ可能性は低いから、まあ、残ったのは、あともう一つオレンジね。オレンジもなかなか着ないんだよね。どっちかというと多分オレンジと緑と黄色が今選んでるはずだけど、まあ、オレンジが緑、まあ、たまたま好きっていうことは、まあ、いつも舞台に出てるわけだから、まあ、どっちかというと多分緑は今まで見たことないよね、その僕の的にはね、その洋服とか衣装とか緑は少ないと思うから、どっちかっていうと多分オレンジと黄色が、オレンジと黄色はちょっと似てるじゃない。なぜかというと黄色がちょっと入っ、あ、けどもうあなたのマインドハッキングしました。嘘でしょまあ予想としては多分あなた選んだのが黄色だと思います。黄色だと思います。黄色だと思います。広げて、僕に見せて。眉毛が、まあ、リプレイ見れば分かるんだけど、黄色って言ったらオレンジと黄色が、オレンジと黄色はちょっと似てるじゃない。なぜかというと黄色がちょっと入っ、あ、けどもうあなたのマインド。なぜかというと黄色がちょっと入っ、あ、けどもうなぜかというと黄色がちょっと入っ、なぜかというと黄色がちょっと入っ、ちょっと喜んじゃったよね。やっぱり人間って難しいの生き物だから、当てられなくないの自分と当てられたい自分が両方があるわけだから、みーがどっちかというと当てられたいタイプなんだよね。で今までは白と黄色ね、2つの色だったんだけど、まだ決めないでね、うん、僕の見てくださいね、うん、で黄色を選んで、で白を選んで、で赤選んでない。多分赤一番選びそうなのに今まで赤選んでなかった。あと青も選んでなかった。あともう一個色は何？もう一個オレンジ、緑。あ、緑ね、うん、OK。 でもう一回選んでもらうんだけど、でちょっとだけ黒板を閉めるとかね、でここに置いといて、で次はあなた選んだ色を操ってみせる。信じられる？もし自分のね意思で選んだ色なのに実は僕に誘導されただったら面白いでしょ、うん、OK。 なんとなく今僕喋ってる間に何とかなんか色を頭の中に浮かべてきた、うん、うん、もう浮かべてきた、うん、OK。 じゃあこの色でどうぞ選んで、で僕は彼女に誘導したかった色先に皆さんに教えます。この色ですけど、明奈さん目を閉じたままでいいから大きな声で今選んだ色を叫んでほしい。叫んでから目を開けて僕書いたものを見てほしい。いい？ 3 2 1、 どうぞ。緑。目開けて。緑。目開けて。なんでだろう。ちょっと見して。なんでなんでなんで。自分の意思だった？自分の意思だった。大間違い。僕の意思でした。大間違い。大間違い。どういうこと？わからないでしょ。これがマインド。